どうも、小玉拓です。今回はですね、マイナス10歳、誰も知らない抗酸化フードトップ3についてお話ししていきたいと思います。前回までの動画でですね、抗酸化についてお話をさせていただきました。酸化する、体が錆びる、細胞が錆びるということなんですけども、このように酸化してしまうことによって細胞がダメになり、細胞がダメになることによって皮膚が炎症だったりアトピーを起こしてしまう。で、肌のかゆみだったり赤みだったり、そういったものを起こしてしまうということなので、この酸化を防ぐようにしましょう。で、酸化を治すにはこういったものがいいですよっていうことをお話しさせていただいたんですが、実はですね、さらにグレードの高いものがあるっていうのはあなたはご存知でしょうか。抗酸化の食べ物といえば代表的なものでいうと、ビタミン A、C、E、あとはアスタキサンチンやコエンザイム Q10 など、さまざまな栄養素が取り上げられていて、アンチエイジングとかに使われているんですけど、実はそういったものってピラミッドでいうと下の方なんです。実はですね、この上にビタミン C の3500倍以上の酸化能力のあるものがあるんですね。今回はですね、そういったえげつない数字のある、しかも誰も知らないですね、抗酸化フードをですね、3つ紹介していきたいと思います。で、今回の内容を見ていただきたい人っていうのは、アトピーの人で、肌荒れやかゆみだったり赤みだったり乾燥肌に悩んでいる人、アンチエイジングしたい方、そういった方におすすめの動画となります。この動画を最後まで見ていただくことによって、あなたがですね、抗酸化についての知識が深まるっていうのもありますし、さらにですね、若返り、アトピー改善、かゆみ改善、お肌ピチピチっていうですね、抗酸化能力のあるものをあなたは知ることができますので、ぜひ最後まで見ていただければなと思います。はい、ではですね、誰も知らない抗酸化フードトップ3なんですけども、これをですね、お話しする前に、まずですね、この先ほどお伝えした抗酸化能力のピラミッドの頂点に君臨するものって何なのかというところからお話していきたいと思います。先ほどもお話したように、ビタミン C の3500倍以上の抗酸化能力を持っているもの、じゃあそれは何なのかっていうと、3種類挙げさせていただきます。まあいろいろあるんですけども、代表的なものが3つ。 1SOD 酵素、2カタラーゼ、3グルタチオンペルオキシターゼ、すいません、こういった抗酸化能力のえげつないやつらの物体があるんですけども、実はこれですね、自分の体で作られる酵素の一種なんです。人間ってすごいんですよ。栄養を掛け合わせることによって、わけのわからないえげつない数字のパワーのある抗酸化能力の持ったものを作ることができるんですよ。いわゆる戦隊ヒーローと一緒ですね。赤レンジャー1人だったり、緑レンジャー1人だったりとかすると、結局大したことないんですよ。もちろん戦隊ヒーローとしては強いんですけども、でもみんな集まって合体して戦った方が絶対に強いじゃないですか。5人以上の力を作ることができるじゃないですか。それと一緒で、人間も栄養を取ることで、栄養を掛け合わせることで、えげつない数字の抗酸化能力の持ったものを作り出すことができるんです。それらがさっき紹介した代表的なものである SOD 酵素、カタラーゼ、グルタチオンペルオキシターゼ、そう、こういったものを作ることができる。で、ビタミン C の約3500倍以上の抗酸化能力を持ったものを作ることができるということになるんですね。じゃあそれって食べ物として何が必要なのか。もちろんですね、タンパク質だったりビタミンっていうのを取ることが必要にはなるんですね。しかしですね、一番抜けているものがあるんです。それは何なのかっていうと、はい、ミネラルなんです。人間はですね、このミネラルがなければ栄養素が無駄になります。つまりどれだけタンパク質、タンパク質、プロテインだって取ったところで、ミネラルが体の中になければ、そのタンパク質とかっていうのは無駄になるわけなんですね。栄養は単体で見てはいけません。タンパク質とかビタミンとかミネラルとか、いろんなものが掛け合わせることによって抗酸化能力を発揮するんですね。で、特になんですけど、この抗酸化能力が低い人っていうのは、このミネラルっていうのが不足している傾向があるというふうに言われています。で、ミネラル不足の人が非常に多いんですね。つまりミネラル不足ということは、抗酸化能力が低い方が多いということになっていくんです。ですので、今回はこの不足しがちなミネラルをご紹介したいと思います。で、このミネラルを取ることによって抗酸化能力を高く上げることができ、このえげつない数字の抗酸化能力のある酵素を作り出すことができるということになるので、このミネラルをですね、しっかり取っていただければなと思います。ではそれをトップ3から紹介していきたいと思います。誰も知らない秘密の抗酸化フードトップ3はセレンです。体を酸化させる最強の活性酸素、この悪玉の活性酸素の名前っていうのはスーパーオキシドというものなんですね。で、それを SOD 酵素、スーパーオキシドディスムターゼ酵素というものでやっつけるんです。このスーパーオキシドっていう敵がですね、分解することによって
過酸化水素というものになります。で、この過酸化水素自体は大して強くはないんですよね。で、それほど体に害のあるものではないんですが、体の中にある銅イオンとか鉄イオンと合体してしまうと大変なことになるんです。それと合体することによってヒドロキシラジカルと言われる悪玉でもなかなか強いやつに変身してしまうんですね。桃鉄でいうですね、あのボンビーがですね、キングボンビーになってしまうというような感覚です。だからですね、これがくっつく前にやっつけるっていうのが体の中ではできるようになっています。じゃあそれをやっつけるためには、先ほど紹介したグルタチオンペルオキシターゼというものが働くんです。で、これを作るのにセレンっていうものが必要になるんですね。で、もちろんセレンだけではなくて、タンパク質だったりビタミンだったり様々なものが必要になるんですけども、いかんせんこのセレンというものを不足している人が非常に多いんですね。現代人はセレン不足とも言われています。1日あたり100マイクログラム必要とも言われてるんですけども、現代人はそれほど取っていません。だからですね、このセレンを摂取していってください。で、このセレンが入っている食べ物っていうので、代表的なもので言うと、ブラジルナッツ。これはですね、1粒あたり100マイクログラム入ってるとも言われているので、これちょっと1日1粒取るぐらいでも十分です。また、全粒穀物だったり、レバーだったり、ナッツ類にも入っています。そういったもので取るようにしてください。で、サプリメントで取ることも全然いいんですけども、サプリメントでは取りすぎに注意してください。セレンというものは過剰症って言って、取りすぎることで体を壊すっていうこともありますので、これは必ずですね、取りすぎないように気をつけていただければと思います。誰も知らない抗酸化フードトップ3、第2位は亜鉛です。この亜鉛でですね、代表的なこの抗酸化酵素っていうのは何なのかっていうと、抗酸化タンパクメタロチオネインというものですね。これはですね、いわゆるデトックス酵素とも言われています。ちょっと略しますけど、あのメタロチロネインっていうのは何をするのかっていうと、水銀とか重金属、体にとって有毒と言われている金属ですね、こういったものをデトックスする酵素なんですね。で、それをデトックスするためには亜鉛が必要なんです。亜鉛がですね、肝臓でこのメタロチロネインと合体して、そして運ばれていくっていう仕組みになってるんですね。なのでこのメタロチロネインをやっつけるためには、この亜鉛っていうのが必要になってきます。で、さらにですけども、人体ナンバーワン最強の抗酸化物質ですね、ビタミン C の3500倍以上の抗酸化物質 SOD を作るのにも、この亜鉛が必要になってくるんですね。なので亜鉛をしっかりとりましょう。ちなみに亜鉛っていうのも世界の3分の1が不足しているそうです。どうやって調べたか僕わかんないですけど、でも研究論文で出ていました。さらに亜鉛っていうものは、これからの時期に大活躍するような風邪、インフルエンザ、コロナウイルス、こういったものに効果があるっていう研究論文もいっぱい出ています。さらに補足なんですけども、亜鉛っていうのはセックスミネラルとも言われています。だからですね、男性とかですね、生殖系にちょっと元気がないなっていう方はですね、この亜鉛を積極的に取っていただくことによってですね、生殖器の回復にもつながりますので、ぜひ取っていただければと思います。で、またですね、亜鉛を取ることによってアトピーを改善する効果もありますので、まずは亜鉛を取るっていうことをお勧めしたいと思います。で、こちらに関してもサプリメントを取っていただいてもいいんですけども、食事で取るっていうこともしていただければと思います。その中身なんですけど、よかったら亜鉛の多い食べ物でググっていただければすぐ出てきますので、よかったら見てください。誰も知らない秘密の抗酸化フードトップ3、栄えある第1位はマグネシウムです。で、なんでマグネシウムなのかっていうと、これはですね、僕ほんまに思うんですけど、マグネシウムなくして健康はありえないです。マグネシウムなくして美容はありえない。マグネシウムなくしてアトピーを治す、肌荒れを治す、それは無理です。マグネシウムっていうのは鉄に美しいってことですね。これでマグネシウムって呼ばれてます。マグネシウムというものはキングオブミネラルと呼ばれています。何かっていうと、体の中の代謝反応ですね、この600以上の酵素反応に使われているものなんです。だからですね、マグネシウムを取っていなければ、どれだけ亜鉛を取ろうが、どれだけタンパク質取ろうが、いいものを取ろうが、アレ取ろうが、ルイボスティー飲もうが、漢方飲もうがですね、このマグネシウムがなければ意味がないんですよ。これを取らなきゃ始まらないんです。だからこそマグネシウムっていうのはもう何も考えずに取らなくちゃいけないんです。で、日本人はこれも不足しているそうです。平均は350度ぐらい取らなくちゃいけないんですけども、250ぐらいしか取ってないらしいんですね。なので、もうマグネシウムは取って当たり前、これはサプリとして飲んでもいいんじゃないか、常に常用してもらってもいいんじゃないのかなとか思っています。それぐらい大事なものです。これがないと始まらないから。
以上はですね、誰も知らない抗酸化フードトップ3についてお話をさせていただきました。今回の内容をお話しさせてもらいますが、抗酸化フード、最強の抗酸化フードっていうのはですね、体の中でできるんですよ。で、体の中でできるんですけども、そのためにはミネラルが必要です。で、ミネラル不足の人が非常に多いから、ミネラルを取ってくださいっていう感じでこういった動画を撮りました。で、そのミネラルで代表的に少ないって言われてるものは何かっていうと、セレン、亜鉛、マグネシウムです。もちろん鉄とか他の部分を取っていただきたいんですけども、やはり意識的にもですね、こういったものが少ないっていうのが意識が回っていないというところから、この3つも選ばせていただきました。で、じゃあミネラルを取っていくっていうところで、食べ物を取ることもおすすめはいたしますが、サプリで解決したいという方もいらっしゃると思います。でも、さっきお伝えしたように、サプリメントも量を決めなくちゃいけないし、取りすぎると体にとって良くないというところから、しっかりバランスの取れたミネラルのサプリメントをご紹介させていただこうと思います。それが、マルチミネラルっていうのがあるんですけども、これはですね、もしよかったら参考にしてください。もちろん他の会社のものを使っていただいてもいいんですけども、これはあくまで僕がおすすめさせてもらう、僕が信用を置いているところのサプリメント会社になるので、もしよかったら使ってみてください。はい、というところで今回はですね、誰も知らない抗酸化フードトップ3についてお話しさせていただきました。で、今回はですね、面白かったのか、ためになったなって思っていただいたのであれば、ぜひいいねとチャンネル登録、そしてコメントの方もよろしくお願いします。いろいろね、なんかいろいろ教えてください。はい、で、気になることもあったら何か質問いただければ、アトピーを治すためにこれからも頑張っていきたいと思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。さようなら。